はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらでございますね。超激レアなスターウォーズのカードでございますね。まずこちら、これがですね、1977年に公開されたスターウォーズエピソード4新たなる希望の公開当時に作られたカード、それのシリーズ第2弾だって。第 2? うん。で、全66種類のカードと11種類のステッカーが入ってるんだって。ステッカー、あとね、ガムが入ってたらしいんだけど、ガムはちょっと衛生管理上抜いてあるんだって。はい、ちなみにですね、この激レアなカード、なんとですね、1パック3000円でございます。高い。1パック7枚のカードが入ってるだけのこれ、1パック3000円で購入しました。ちなみにですね、もう2つ買いまして、こちらがですね、第3弾、これは2200円、そしてこちらが1つ飛んで第5弾、1800円です。全部で値段が下がっていってるって感じ。そう、あのね、やっぱね、段を重ねるごとに下がってるんだけど、1段はね、なかった、売り切れてた。やっぱ一番激レアなんだと思う。何より驚いたのが、この第2弾の1パック3000円、ワンボックス36パック、ボックス買いするとですね、なんと10万8000円だって。ちょっとそれって高すぎじゃん。もうじゃ買えないよ。さすがにそんなの買えないからね。1パックずつ買ったんだけどさ、うん。では早速ですね、この5段から開けていきましょうか。一番安いやつからね。はい、ちょっと慎重に開けるね、パパね。これ貴重なものですからね、できるだけ破らずにそのまま開けていきたい。お、開けられた。あ、レイヤーが見える。あー、すごい。はい、こちら出ましたね。これレイヤーと 3PO だね。ちょうどデススターに攻撃する時のシーンだね、これ。ちょうどエイシン君この前見たやつだよ。で、裏側がどうなってるのかな。こんな風になってます。あ、A がある。これはつなげてなんかスターウォーズってなりそうな感じだね。はい、こんな風になっております。で、2枚目は、あー、ブルーバック、 X ウィング。あー、撮影風景ですね。撮影風景、厚紙だね、いやー、これね、保存ちゃんとしとかないとね、これダメになっちゃう、すぐ。これ制作風景だね、スターデストロイヤーができてるね、そして次は、お、チューバッカ。チューバッカ、で、裏はチューバッカ、椅子座ってんじゃん、これ椅子。はい、おお、そして R2D2 と 3PO ね。そして次は、あ、カンティーナバンドだね、これ。坂間に出てくる人たちだね、これ、ね、演奏してる楽器ね。おお、オビワンとルーク。メイドフォースビービーズってちょうど言うところだ、これ。あ、違う、メイドフォースビービーズじゃない。リメンバールーク、ザフォースウィルビービーズユー。フォースと共にって意味かな。そう。そして最後、これステッカーでしたね、ジョージ・ルーカス監督と、あとグリードかな、なんかやってるところだね。ステッカー1個出た。ステッカー出ましたね。ステッカー11種類みたいだからね、1個出てよかった。そのうちの1個が出た、第5弾でございましたね。ちょっと大切に保管しとこう。これパパの宝物にしたい。宝物だね、絶対に。ちょっと大切に元に戻すね、しまいます。はい、続いて第3弾、これを開けていきましょうか。おー、グランドモフターキン。これ一枚シールじゃん。あ、シールだ、本当だ。おー、グランドモフターキン、デススター、第一デススターと共にお亡くなりになったあの方だね。おー、あー、名前書いてないし、 3PO& フレンドって書いてある。これ TC-14 じゃないんだよね。でもちょっと名前がわからない。でも銀だよね。そしてこれがストームトルバーですね。裏返すと、おー、ルーク、これルークだ。あー、これこのパックで全部つながってくれるといいんだけどな。そして、おー、ダースベイダー。ダースベイダー、きた。あー、ロードダースベイダーって書いてますね。あー、ルークと 3PO ね。そうだね。あ、これ撮影風景だね、全然分かんない人たちが写ってるから、おー、出た。これ、あ、これだよ。これが、ここ、これレイヤーの頭でしょ。これルークの顔、ほら、同じ、ね、このシーンだよ。このシーン、パパ好きなんだな。
全員揃ってるから。そうそうそう。よくないこれ、うん。みんなすごいかっこいい。ハリソン・フォードとキャリー・フィッシャーとマーク・ハミルね。ルーク・スカイ・ウォーカーとレイア姫とハンソロ、うん。はい。そしてデス・スターの会議だね。うん、ここでさこうやって。やめろベイダーやってたよね、はい、そしてジャワだね。ジャワ、ジャワね、うん、エイシン君すぐさジャワ出てきて分かったよね。ジャワだって R2 がさやられる時すぐあジャワだってすぐ言ったもんね、うん、いやパパエイシン君と一緒にスターウォーズ見れて幸せだよ本当に、うん、はい、これが第3弾でございます、うん、はい、そして最後に1パック3000円の第2弾これを開けましょう、うん、シール、おー、チューバッカのシール。いいね、これ。いいの出た。チューバッカのシールですね。そして、ミレニアムファルコン号か。おー。いいね。いいやつだ。第2弾は幕が赤なんだね。そして、X ウィングファイターだね。はい。ほいで。あ、チューバッカ、またチューバッカ。チューバッカとハンソロ。あ、これもいいやし、いいシーンだよ、これ。うん。うん、はい、そしておお 3PO とあ出た、ちょうど首絞められてるとこだ。いやパートレバライアン・トレトル Take it away。 あ違う、それ違うな違う、ごめんごめん、間違えた、ごめん間違えた、すいません。おお、そしてこれはルークが気を失ってて、オビワンが初登場の時だね。ああ、これは撮影風景だね。あの爆発してるところみたい、うん、はい、以上でございますね。あら、ちょっとなんか第2弾が一番高いんだけど、ちょっと盛り上がりに欠けちゃったかなでもこれはね、全部見た感じはね、すっごい普通のカードなんだよ。すっごい普通のカードで、本当にね、ちょっと折り曲げたらあっという間に折り曲がっちゃうし、水につけたらあっという間にダメになっちゃうようなカードですね、うん、だから本当にね、大切に保管しないといけないね、これね。もう二度と手に入んないカードだからね、うん、超、そう、超激レアだからね、うん、よかった。はい、ということで今回ですね、このスターウォーズのちょっと激レアなカードをですね、3パック開封してみましたね、うん、なかなかね、見つけても買う機会ないと思いますんで、ちょっと今回私が人柱的な感じで買ってみました、うん、参考になったらいいね、うん、これはこういうカードが入ってるから別に俺はいらねえかなとかさ、いやこういうカード入ってるんだったら俺は欲しいわって思う方いるかもしれないけどね、うん、はい、ちょうどエイシン君もですね、この前スターウォーズのエピソード 1,2,3 とですねバトルシーンだけを見てたんでね、うん、ところが先週末、うん、4を全部見た。そう、エピソード4をノーカットで全部見たね、うん、あれもうほんと嬉しかったパパ。エイシン君もどん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 成長してきてさ、2時間ぐらいの映画も見れるようになったね、うん、だから本当に今年の末に公開されるエピソード7、うん、一緒に見に行けそうだね、うん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。